私たちが聖書を勉強すると旧約聖書はイスラエルの人々の歴史ですよねなぜイスラエルの歴史を学ばなければいけないのかと考えられる方もいますしかし神様はこのイスラエルという民族を代表として模型として全人類に起こる出来事またこの人類を司さられる方法について イスラエルの人々を通して私たちに示されているわけです。ですから単純なイスラエルの歴史ではなく、私たちの歴史でもあることを覚えなければいけません。第一コリント10章6節や、また11節を見ても、これらのものはすべて私たちへの戒めであり、また私たちに鏡として見せているものであると語っています。イスラエルの人々を通して私たちに あらかじめこれから起こることについて私たちに示されているわけですね。例えば今日の本文の内容はイスラエルの人々が罪を犯したときに1回、2回ではなく数百年の間反復して罪を犯しました。その結果、神様は結果的に例えば両親がですね、子供が間違いを犯したら鞭を打つように神様も鞭を打たれたわけです。その鞭が何かというと パビロンという国でした。違法のその民族、国を通してご自身の子供を撃たれたわけですね。パビロンという国を通してイスラエルの人々をむち打ち、またカナの地から追い出されてですね、パビロンに連れていかれたわけです。これはアダムとエバが。 エデンのそのから罪を犯して追放されたのと同じです。そしてバベロンのようなこの世の中に追い出されたのと同じなわけです。そこで時がかなう時まで待ちなさいと。あなたが間違ったことについて反省するまで部屋に入ってなさいというようにですね。人類は今この世の中、バベロンのような世の中にいて、 捕虜として捕囚として暮らしているわけですね、奴隷として。しかし、時が経った時にイスラエルの人々をバビロンからもう一度また、えー、戻させてくださいました、戻してくださったわけです。その内容を通して私たちも悟りなさいと、時が来ると私たちが失った神様の国を受け継ぐことができるということを私たちに教えているわけです。エレミア、 29章10節から11節を見るとエレミア29章10節から11節を見るとまことに主はこう仰せられるバビロンに70年の満ちる頃私はあなた方を帰り見あなた方に私の幸いな約束を果たしてあなた方をこのところに帰らせると語っていますねバビロンで 70年の間、戒めを受け、罰を受けて、待っていなさいと、そうすればまた戻してくださると語られましたね。そして、注意説に、私はあなた方のために立て,立てている計画をよく知っているからだと。主の見告げそれは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためだと語っています。両親が子供たちを鞭打つときに、もう憎んで、憎しみによって、 鞭打ちますか愛しているから、無知を打つわけですね。将来のために罰を与えるわけです。神様も同じです。神様も将来のため、将来と希望を与えるために、この鞭を打つんであると語っています。イスラエルの人々の未来のために、バビロンに送られたということなんですね。そこで、悔い改めて、もう一度悔い改めるならば、戻るならば、 許しててくださるとといいうことを語っていますそれでその時が満ちてですねペルシャのクロスを通して捕虜からの帰還が命じられました解放されたわけですねそして BC537 年に解放されたわけですしかし解放された時に何人が帰りましたか救済シリーズを見ると4万9897人聖書に正確に記録されています 4万9897人が帰っていたわけです。5万人にも満たない数なんですね。数百万人の国民がいたわけです。モーセを通してイスラエルの人々がエジプトを出るとき、約200万人、250万人がいました。その後ですね、もう約1000年経ってからのことですから、もっと多くの人口がいたわけです。しかし、5万人に足らない、本当に少数な民族が。 捕虜から解放されて戻ったわけですパビロンから戻らなかったわけです。なぜ戻らなかったんですかほとんどのイスラエルの人々はパビロンに住んだわけですよね。安住したわけです。パビロンが楽だから今まで気づいてきたそういう暮らしがあったからなんですね。70年です、70年。2, 2世代か3世代が そこに暮らしていたわけです。そこで家を建てて暮らしているんですね。もうめんどくさいんです。楽なんです。ですから、神様が帰りなさいと言われても5万人しか帰れなかったわけですね。これを考えてみながら、皆さん、もしも神様がエデンの園に帰りなさいと言ったときに、皆さん、この世の中からどれほどの人が晴れるやと、 拍手をしながら帰るでしょうかもし,もしかしたらこの家はどうしましょうかこの車はどうしましょうか私の店はどうしましょうかと。友達はどうしましょうかと。私は行けません。そういう人が何人いるでしょうかどうでしょうか神様はすべてを知っておられる方であります。少ない数が行くということを知っておられたわけですよね。 イザヤ10章22節を見るとその変えたものをその中の残りのものだけと語っていますイザヤ10章22節にパビロンから解放される前にですねイザヤが予言したわけですパビロンから国に変えるものは本当にその中の残りのものだけだと少ないものたちだけれどもその少ないものを通して国を立てて 宮を建てて神様の見心を成していくと語られているわけです。ですからその帰還した民、バビロンから戻ってきたその人々を通してですね、尊いものと認められているわけです。特別なものとしているわけです。本当に強い信仰があったからこそ、今まで70年間暮らしていたその全てを捨てて、国にまた戻っていくことができたわけですね。 今日私はこのパビロンから帰還したその人々の信仰がどのような信仰であったのか一緒に見てみたいと思います。まず一番目に神にその礼を奮い立たされたものでありました。神様にその礼を奮い立たされたものであったと。今日の本文、エズラ一章5節にありますね。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビビトたち、すなわち 神にその霊を奮い立たされた者は皆エルサラムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がったと語っています。立ち上がって国に帰った者は神にその霊を奮い立たされた者であったと語っています。韓国語では感動と書いているんですけれどもギリシャ語ではヘブル語ではウルです。ウル。起きる。また 刺激すするという意味があります皆さん、目を覚ますとき、起こすときに、体を震いながらですね、えー、早く起きなさいと、まあ、そうやって起こしますよね。そのことを意味しています。言葉で感動するのではなく、神様によって起こされたわけです。刺激されたわけです。 目を覚まさない人を起こすためにどれほど努力しますかそうやって起こすことを意味するわけですね。このウルという動詞は、えー、聖書ではとても重要な単語でありますけれども、これは神様が人類の歴史を神様の見心のまま、えー、導かれる方法であります。神様は もっと簡単に働くことができたはずです。例えばロボットのように私たちを作ったならば、本当に従順しかしなかったでしょう。ロボットのようにですね。しかし、神様私たちをそうやって作られませんでした。自由の意思を下さいました。選択する権利をくださいました。なぜそうされたんでしょうか。言うことを聞かないことす全て分かってお,りながおられながらも、 私たた。ちに自由な意思をくださいましたその次にですね、こうしよう、ああしようと神様がその道を開いてくださるわけです。道を導いてくださるわけです。しかし、言うことを聞かない人がいるわけです。あっちも行きたいし、こっちにも行きたいしと、あっちで遊びたいしと。では、この人類の歴史をですね、神様の御心のままに動かすことがとても大変なわけです。 しかし神様はそのように私たちに自由な意志を与えて私たちに愛を示されたわけです。その人類の歴史を言葉を聞かない人間をですね神様の御心のまま働かせようとするその働きがこのヘブル語「ウル」という単語です。私たちの心をですね私たちの霊と魂を刺激させて動かせて心を震わせて 私たちの体を従順させるわけです。例えば、あのウルという単語、これはイザヤ13章17節を見るとこう書いていますね。13章17節にメディア人を奮い立たせると、そのメディア人を奮い立たせて彼らを打たれたと語っています。この彼らはパビロンですね、パビロン。どういうことかというと、 イスラエルの人々が言葉を聞かないから、言うことを聞かないから、バビロンを通して、鞭を打たれました、イスラエルの人々に。そして、時が経ったわけです。70年が満たされました。その時、その次には、どうしますか子供たちが言うことを聞かないときに、両親は鞭を打ちますよね。そしたら、両親も心が打たれるわけです。そして、その鞭をですを、ね、置いて、もう鞭打ちを打たないというわけです。それで 神様は同じようにバビロンを利用されたわけですけれども、これからはもう二度とイスラエルの人々を撃つことができないようにメディアという人たちを通して奮い立たせてそのバビロンを滅ぼさせたわけですね。奮い立たせる。ウルさせてバビロンを撃たれたわけです。2番目はペルシャの王。 クロスの心も奮い立たせました。エズラ一章一今教の本文ですね。ペルシアの王クロスの第一年に、エレミアに寄り付けられた主の言葉を実現するために、主はペルシアの王クロスの霊を奮い立たせたと語っています。同じ単語です。皆さん、違法の王が何で捕虜をですね、奴隷を解放するんですか 神様がその心を動かされたからです。そしてその次に最後に、バビロの中にいる選ばれた民の心もまたうるされました。奮い立たされました。それがエ,ゼキエズラ一章五節の内容です。神様の霊、神様によって霊を奮い立たされたもの5万人にも満たない、その少ないものが。 古い立たたされたわけですそれが選ばれたものです。イスラエルだからといって、ユダヤ人だからといって、みんなが変えたわけではありません。奮い立たされたものが変えたわけです。皆さん、これは昔話ではありません。今も同じです。神様の働きは大きなこの人々を通して行われますか本当に大金持ちを通して神様の働きがなされますか また神様の御業が大きな力、権力がある人を通してなされていますか聖書では決してそう語っていません。神様の働きは神様の御業は神様によってその霊を奮い立たされた小さなもの、弱いものこの世の中に何の権力も持っていない者たちを通して働かれているわけです。その人たたちを感動させせ奮い立たせ その人をもっと大きな力を与えて働かれるわけです。私たちも今ここにおられるのはどういうことですか神様が私たちの心を奮い立たされたため、私たちが神様によって感動を受けているために、今このようにして礼拝に集っているわけです。それが神様の働きです。大きな2番目に。この 帰還した人々は宮を建築しようという者たちでした主の宮を建てようとする者が帰還したわけですエズを1章5節を見るとエルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がったと語っていますねエルサレムにある主の宮をもう一度建てようとする者たちが立ち上がって帰っていたわけです そういう、えー、熱望がなければ帰ることはできません。自分のすべてを捨てていくわけです、皆さん。神の宮を建てることを求めたということは、神様の、えー、宮におられる神様を求めたからです。私たちも同じです。なぜ教会に来ましたか神様の恵みを求めてきているわけですよね。もしも日曜日に働けば、もっと多くのお金を稼げるかもしれません。 そうやって考えれば教会に出ることはできないわけですよね。またこの宮を建てたということは神様が統治される神様が治められる国家を作ろうとするということです。この神の宮というのは神の国が回復されたという証しです。では私たちはなぜ教会に来ていますか皆さん確かな目的がなければいけません。ビロンからイスラエルに 帰還した者たちは目的がありました。それが聖殿の建築、宮の建築です。では私たちはなぜ教会に来ていますかその目的は何なのでしょうか一番基本的なものは天国であります。皆さん、天国に入るため、救いを受けて天国に入るために教会に出てきているわけです。他の目的があってはいけません。しかし皆さん、 世の中の多くの教会はどうですかその一番重要な目的を失って他の目的のために来る教会に集まる人も多くいます。しかし私たちの教会はそうではありません。私たちの教会は何よりも先にまず神の国の建築のために今ここに集っているということを信じてください。皆さん、神様はそのような働きのために献身するものを 私たちを集めてくださるわけです。このエルサレムにある主の宮を建てるために登っていこうと立ち上がったと語っています。エルサレムは高いところでありません。しかし、エルサレムに行くときには立ち上がりなさいと、登りなさいと語っています。これは、霊的に見ると、宮が一番高いところにあるということを表現するものであります。ですから、聖殿に登ると語るわけです、聖書では。 聖殿に登るとですから私たちも同じようにこの教会に行く時に教会に登ろうとそうやって語るのが聖書的な表現なんですねなぜならイザヤ33章5節を見ると主は話糸高き方で高いところに住まれると語っていますイザヤ33章5節を見ると主は話糸高き方であり高いところに住まれると 私たちの信仰生活も同じです。私たちも高いところに進んでいく、登っていく、えー、過程であるわけです。いざや2章2節を見ると、世の終わりの日に、主の家の山は山々の頂に固く立ち、また、岡岡よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくると語っています。神様の主の家、主の宮はですね、 世のの終わりの時に山々の頂に固く立つと語っています。こ,れを表現この表現を見てですね、表面的にヒマラヤさんとか、そうやって考えてはいけないわけです。一番レベルの高い場所を意味するわけです。しかし、今、世の中はどうですか何で苦労しようとするんだと。楽に生きようと。楽しもうと。世の中に えー、す住もうとするわけですしかし今日このイスラエルに帰還した者たち国に戻った者たちは自分たちの将来のために天国に行くために神の宮を建てるために苦しくても辛くても登ろう登ろうと言って立ち上がったわけですねですから主からその霊をる奮い立たされた者は現実に惑わされることなく 積極的な従順を持って神様の前に献身しました神様の前に献身するものが古たるい,いたとされたものなわけです先ほど言ったように神様はですねえ数を重要視される方ではありません数が多いければいいわけですけれどもその数が少なくても神様は働かれます特殊部隊のようにですね小さな者たちを通して 本当に信仰がある者従順する者本物の一人一人を通してその人たちを通して働かれる方であるということを語っているわけですこの私たちの教会がそのような教会になることを主の御名をもって祝福いたしますそうやってなるためには御言葉に感動を受ける者奮い立たされる者また私たちが刺激を受けなければいけないわけです そして積極的に従順しながら献身していく信徒とならなければいけません。では結論的に私たちは私たちの暮らしの中にこのウルの働きを確認しなければいけません。私たちの暮らしの中にこのウル,ウルの歴史が働きがあるのか確認しなければいけません。私たち自身の暮らしを皆さん振り返ってみてください。ええ 覚えている時まで皆さん遡ってみてください。波乱万丈なそういう人生だったかもしれませんけれども、今ここに至るまでどのような暮らしをしてきましたか考えてみるとですね、あ,あの時何でこんな決定をしたんだろうと。不思議なことありませんでしたか記憶にはあまりないけれども、なぜあの時こういう決定をして、で、こうやってなったんだろうかと。 それが神様のウルの働きであるでしょう。神様が奮い立たされ、また私たちを刺激された、そういう働きの瞬間だったでしょう。今ここにアメリカに来ると来るのも同じですよね。ニューヨークに来るのも。皆さん、ここに今集っているすべてのこと、今までここまで来たことがすべてウルの働きです。私たちが悟ることができない、そういうう。 恵みがが、ね、私たたちののの暮らしの中にいいつも働かれれていたわけですそれが聖書の教えですすそ聖書教え自分の思い通りに暮らしてきたわけではありません世の中の人は自分自身の力で自分自身の計画によってきたと語りますけれども私たちは違います神様のこのウルの働きはあらゆる方法を通して行われるわけです この奮い立たせる働きはですね、良いことだけを示すわけではありません。新明期32章、10節から11節を見るとですね、手話、荒野で、獣の吠える荒れ地で彼を見つけ、これを抱き、世話をして、ご自分の瞳のようにこれを守られた。語っていますね。荒野で、私たちはこのように守られたわけです。ご自分の瞳のように守られました。しかし、11節を見ると、 わしが巣の雛を呼び覚ましその雛の上を舞いかかりまた翼を広げてこれを取り羽に乗せていくようにと語っていますこの箇所を見てみるとちょっとおかしいんですね中節では、えー、愛して自分の瞳のように私たちを守られたと子供のように私たちを抱いて世話をしながら守られたと語っているわけです しかし、注意説を見ると、他の表現があるわけですね。わしが巣のひなを呼び覚ましと。呼び覚ますと。どういうことかというと、そのひなの巣をですね、ひなの巣を振るうわけです。皆さん分かりますよね。母親はそのひなを訓練させる方法であります。そのひなの巣をすべて、えー 奮い立たせながら落とすすわけですよねそれがこの内容であります。このヒナはどうですか落ちる瞬間に翼を羽ばたきながら一生懸命飛ぼうとするわけですけれども飛ぶことはできません。それで落ちる前に翼を広げて母親がそれを受け取るわけです。そしてまた上に登るわけですよね。でもう一度また前かけり、 避難を落として訓練させるわけです。それがウルの働きです。これはどうですかある面で言えば苦しみですよね。どれほど苦しいでしょうかどれほど大変ですか落として、また救い出して、落として救い出して、それをまた反復しながら訓練するわけです。皆さん、わしがですね えー、わしのひなはどう考えるでしょうかお,、ま、あお母さんがおかしくなったと思うかもしれませんよねあの人おかしいと。サイコかと。なぜ私を、えー、殺そうとするんだと。言うかもしれません。しかし神様はどうですか私たちの将来を,た将来をん気づくために、未来のために訓練されるということです。そのひなが 本当に強い翼を得て、本当に天高く飛ぶことができるようにですね、訓練するわけです。翼が強くなければ、爆風が来,て来たら、えー、落ちてしまうわけです。わしはどうですか自分の翼を大きく広げて、その爆風に乗って、もっと大きな、えー、そういう空を 高く飛ぶことでできるわけですよねじゃあ、目視録12章14節を見ると何とかっていますか目視録12章14節を見ると、女は大わしの翼を2つ与えられたと。世の終わりの時教会は大わしの翼を得なければいけません。教会がですね、そして自分の場所である荒野に飛んでいて、そこで一時,の一時と二とと半時の間、蛇の前を逃れて養われるためであったと語っています。 蛇、竜であります。天から追い出されたこのものがですね、この世の中にある教会、信仰のある信徒を攻撃するわけです。それが世の終わりのえ苦難なわけです。その時に大鷲の翼がなければ、この苦難を、観難をえ乗り越えることはできないわけです。ですから、今神様は私たちのこの 上にですね、2つの翼を与えるために、今私たちをるい奮い立たせているわけです。刺激を与え、訓練させ、ある時は落として、地面に落としまたある時は救い出してですね。わしが訓練させるように私たちをも訓練されているわけです。大きな翼を得ることができるように導かれているわけです。そして結局には各自が。 自分の翼を持って神様の前に行くことができるように私たちは訓練されているわけです私たちの人生を振り返ると苦しみもありましたし悲しみもありましたそれは全て呪いではありません訓練される過程であり祝福であります神様のウルの働きを皆さんいつも確認しながら感謝を持って積極的な信仰を持って 従順をもって神様の前に歩む皆さんんなることを主の皆をもって祝福いたします。祈ります。愛する千なる神様、感謝いたします。今日も聖なる主の日、私たちの足をこの教会へと導いてくださり、心を導いてくださり、神様の前に礼拝を捧げることができるよう導かれ感謝いたします。父なる神様、今日与えられた御言葉のように、私たちに大きな翼を与えてくださるために、 訓練される今この家庭を悟らせてくださり感謝いたします。これからはいつも神様の前に従順する信仰を持って歩むことができるよう導いてください。信徒の家庭一つ一つ、一人一人の信徒にウルの働きがあることを信じ、いつも感謝を持って歩むことができるよう導いてください。また今日悟った御言葉をしっかりと掴んで歩むときに、神様の御心悟り、また強く信じて歩むことができるよう導いてください。 世の終わりにこの大足の翼を私たちに与えてくださり、どんな幕風が来ても乗り越えることができる信仰を与えてください、勝利するものとなることができるよう導いてください。すべてをなされることを信じ、イエス・キリストの目のによって感謝して、切にお祈りいたします。アーメン